それでは、本日のゲスト、松任谷正隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。渋いです。あの、<え>松任谷さん、ずっと私は、あの、拝見しているので、テレビといろんなところで。はい、今日は、久しぶりに、若干緊張しております。え、そうですか。いや、本当に、あの、車好きとしてもそうですし、音楽好きとしてもそうですし。はい、え、いろんな世界での、まあ、重鎮という言い方は、語弊があるかもしれませんが。 あの多分ご本人の自覚はないかもしれませんが周りはそういうふうに、ね、あの捉えている部分がありますのでそうなんですよね気が付くと70になってますからねいや70だとさすがに大切に扱われますよねごめんなさいそれ以前から大切に扱っているとは思うんですが <laughs> そうでも、まあ、まありてに言うといわゆる見えないですね松戸さん全然変わらないですねでもカー・オブ・ザ・イヤーってあるじゃないですか。はい あれに行くと、はい、僕、初めて、あそこに入ったのは、40代前半だと思うんですけど、はいはい、その当時は、若造だったわけですよ。はい、そのまんまの気分ですよ、今も。わ <laughs> からなくはないんですけど、<laughs> 私も実は、あの、日本カーオブザイヤーで、<laughs> うん、もう、松東屋さんの、はるか後輩の選考員ね、うん、させていただいてるんですけども、うん、私もやっぱりびっくりしたのは、49歳で私になったんですよ、うん、初めて。うんうん その松戸屋さんが40代前半だったんですね。40代前半だったと思います。もう30年ぐらいになるかな。ああそれで僕は、あの、うん、選考委員で、時々例えば試乗会ですとか、総会ですとかね、うん、あの、お会いすることがあって、うん、もうちょっと初めてお会いした時はすごく緊張して、うん、松戸屋正隆さんだ。これ挨拶に行きたいけど。 こんな若そう方言っていいのかなとか結構こう悩みながら初めてご挨拶行った時はすごく緊張してましたね。<laughs> でも僕もいつも未だにそうですよ。え、そうなんですかいま未だに何かこうあの挨拶していいもんだろうかどうなんだろうかって。でもよく考えてみたら <laughs> 俺<れ>70じゃんとか。<laughs> そうです <laughs> あの、ドンと構えてていいです。いや、そうなんですけど、ね。周りが挨拶して。 来たらら答えるぐらいいいでと思うんですけど <laughs> こういう謙虚なところもまたね、僕は松戸屋さんの素晴らしいところだと思うんですけど、あの、ま、皆さんご存知だと思いますが、当然音楽プロデューサーとしてはもちろんなんですが、このモータージャーナリストとしても活躍されている松戸屋さんです。あの、BS 朝日で放送されているカーグラフィック TV、38年ですか <laughs> そんなになりますかはい。嫌 <laughs> になっちゃう。 いや、あのー、まあ、考えてみたら僕も相当、うん、10代の頃から拝見させていただいているので、はい、38年もうすぐ40年なんですね。そうですね。もともとそのカーグラフィック TV も含めて、車の仕事に携わるようになったきっかけって何だったんですか、うん、きっかけは、でも、あの番組の制作会社が、あの、鍋プロ系で。あ、はいはい。 で、なんか僕が車好きだっていうことが音楽業界の方からこう漏れたみたいな、はい、そんな感じだったと思いますね。それで、じゃああのこういう番組あるのでやってくださいみたいなことですか、うんうん、そうですね。で、最初はどんな気持ちでしたそのオファーを受けた時は。いや、狐につままれた感じというか、はいはい、その、あれのす、 最初の頃ってご覧になったことあります、まあ、もちろん、もちろん。多分、まあ、一回目かどうかわからないんですけど、初期の頃から拝見してるので。大初期は、はい、あの、タレントの女の子が二人ぐらいいて、はいはい、で、なんか、あの、途中でワープしちゃったりとか、はいはい、その、なんだかよくわけのわからない番組で、はいはい、でも、それまで僕は、割合真面目なグラフィックの読者だったので、はい、怒るわけですよね、あ,<っ>あ,ああいうの見て。 あの雑誌の方のカーグラフィックを読まれていて、そのイメージで言ったら、はい。はい、だから、そんなところにそんな話が来たんで、はい、これはもう、あの、燃えて大改革をしてやろうみたいな、はい。<laughs> そんな感じで入っていったのを覚えてますねあ。で、実際に改革を進められたわけですね、じゃあ。僕はしたかどうかわかんないけど、でも、はい、毎週のように、そのスタッフとうちで、はい。けんケンがくの話をした。 はいはい、もうあの女の子はいらないみたいなのとかはい、はい、こういうふうに車をえ真面目にやりたいみたいなはい、はい、そんなことですかねああでもまあ変な話だからこそ今までずっと続いてるっていうところ多分あると思いますねそうなんでしょうかねうんまあ硬派中の硬派の番組というイメージで見ていて、うん、じっくりと車を あの、まあ、お二方がね、じっくりと車を味わっていただいて、うん、それをフィードバックしてくださるという意味では、うん、もう車好きがこれほど集中して見るという、おそらく女性がワープしていたら、そういう、まあ、<laughs> ここまでは支持されていなかったんではないかと思う、うん。いや、そうですかね。わかんないですけど。あま、あこればっかりだね。もちろん。うん、でも、数少ない、真剣に車と向き合う番組っていうのが、これほど長く続いてるっていうのは、我々ファンとしては非常に嬉しくて。いやいや、本当に、あ、うん、ありがたいことで。 いやいや、もう雑誌のコラムも含めて、もうじゃあカーグラフィックとの付き合いはもう40年近くになるってことですね。そうですね。うん、まあ、70年代初めぐらいからあの読者だったから、はい。その、いわゆるモータージャーナリストという意味での肩書きというのは当然そのカーグラフィック TV があってからっていうことですよね。えっと、最初はそんな肩書きでは当然なくて、はい。 で、あのー、カウオブザイヤーの選考委員にペーペーでなって、2>, はいはい、2年ぐらいしてからかな、うん、あの、その、まあ、そこにいた選考委員の先輩にあたる人たちから、はい、そろそろジャーナリスト協会に入れって言われて、うんはい、で、ジャーナリスト協会ですかみたいな。<laughs> またあの新人のところに入っていくわけなんですけれど、その時に、もうあの、 もうダージャーナリストっていうことにしろって言われて、はい、そういうふうにしたんですよ。言われるままに。はい、だけど、よくよく考えたらこんなものをジャーナリストじゃないよなって思って僕も音楽プロデューサーに変えてるでしょはい、そうですね。肩書きといはい。はいはい あの、その瞬瞬は実は私もありましてですね。うん、あの、何度か AJJ ですね。うん、あの、ジャーナリスト協会の方からお話しさせていただくんですけど、うん、いや、僕はとてもじゃないけども、ジャーナリストなんてまだ、あの、自分では言えないと言って、な、うんとなく今、あの、入らないままなんですけど、うん、でも、なんかある意味責任を負うために、その、ジャーナリスト協会に入った方がいいのかなとか、いろんなことを考えて今どうしか悩んでるんですけど、 あの、ごめんなさい。こんなとこに松戸屋さんで相談することじゃないんですけど、どうですかどうですかはい。僕ね、はい。二つ提案したんですよ。あの、AJAJ で。はい。あの、モータージャーナリスト協会で。はい。一つは、高速道路。はい。高速道路。あの、当時、新東名を作ってる時で。最中、はい。はい。で、そこを取材してもらえる知り合いがいたんで、はい。そいつを、あの、勉強会で、はい。あの、やりませんかって持っていったのと、 それからもう一つは、あの、アーカイブをね、全部今までのアーカイブを編纂しようっていう提案をしたんだけど、はい、これが大変すぎて、はい、あのみんなもう最初っからお手上げみたいな。はいはい、でも、じゃあ AJAJ の特権って何ですかっていう話になり、はいはい、でまあそんな話をしたことはあります。 じゃあ、ちょっと前向きに考えてみます。いろいろやっぱり提案が、<laughs> あの、いろいろね、あったりすると、うん、それに、まあ、提案したり、まあ、実現するのには、近づくかもしれない、うん、ということですね。勉強会はね、やっぱり、ウェルカムなので、はい、やっぱりみんなで勉強しないと、未来のことって見えてこないじゃないですか。そう、はい、そう思います。はい。だから、まあ、どんな小さな提案も、多分、あそこではウェルカムだと思います。あ、わかりました。また、もしかしたら、えーうん 来月あたりに、えー、私この番組やるときに、モータージャーナリストの安藤勇樹ですって言ってるかもしれません。<laughs> いいと思います。<laughs> 頑張ります。ありがとうございます。さて、あの、いわゆる番組では、いろんな車インプレッション、まあ試して、うん、それに対してコメントされてるわけですけど、うんうん、何かご自身で、こう決めてることとかありますかその番組やるにあたって、こうインプレッションをこう表現するにあたって。これは難しいですよね。んなんか、 あの、どこに軸足を置くかで発言って変わっちゃうじゃないですか。はい。可愛い,い色ですねっていうことだってできるし、あの、今これがかっこいいですねっていうような言い方もできるし、はい、でまあ、普通にその車そのもの。うん、車そのものを例えばいい車、悪い車って、もう今ほとんど悪い車なんてないんですけれども。わ、まあ、いわゆる悪い車、はい、では何を基準にするかっていうと、うん、そこが、 いつも微妙なところだとは思いながらやってますけれども、はいはい。難しいですよね。うん、昔はゴルフがね、はい、なんか基準みたいな、はいはい、そんなところもありましたけれども、はい、またそういうものも変わってくるし。実際たら、そのインプレッションした中で、惚れて買った車みたいなのってありますかありますね。あの、自分の価値観を変えてくれた車っていうのは、はい、やっぱり今までに何回かありますね。はい それは実際購入っていう形に、うん、なりましたか。しましたね。あのー、やっぱり一番最初は僕の世代って、はい、どんどん輸入車がこうオープンになっていった時代で,、うん、で、どん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 偉そうな車に行くわけです。はいはいまあ、偉そうという表現はわかんないですけど、わかりますか、うんうん、大きなね、安楽な車に行くんだけれど、ねはい、ある時突然こう、 これでいいのかなって思うわけ。はい、で、その次に、あのうちのかみさんがね、なんか作曲大賞かなんかで、はい、もらってきた国産の小さな車があるんですけど、それもらってきたんで僕乗ってみたら、はいはい、なんか精神的にも超楽になって、はいはい、あなんかこう街に馴染む車っていうのが、うん実はメンタルには楽でいいんだなって。はい これがまず最初の、はい、ショックだったかもしれないですね。<laughs> 確かに、こう、いわゆる価格的にもね、大きさ的にも、こう、うん、あの、だんだん大きくなる。当然、その、うん、なってくる。この業界の方々もそうなるんですけど、はい、ある時、ふと日本の小さい車のと精神的に楽だったっていう。これ、具体的な、あの、車の名前ですかはいはい、車は。えっと、日産のスタンザっていう。スタンザ、うん、で、あれが、 今思い起こすとフランス車的なんですよ。はい、あどどういうところですかまず乗り味。はい、あの、柔らかいサスペンションが。はいはい、で、割合バランスもなんかこうフランス車的で、ちょっと前が重くてみたいなところがあって、FF で。はい。うん、あの、まあ、四角いね、スクエアなデザインでしたけど、うん、私の憧れていた小学校の時の、もう本当に 本当に誰が見ても女優さんみたいな先生がいらっしゃって、うんうん、その方がスタンザ乗ってたんですよ。<laughs> だから、あ、あの先生が乗ってるって、すごくオシャレに見えて、うん、ちょっと他の日本の車とストが違いましたよね、スタンザって。そうですよね。はい、なんかこう、ライバルがあんまりいなかったような印象がありますけれど。そうん、うん、ですね。うん、楽だったんですよ。そうかー。うん いや、あの、いろいろな、そんな,おな、具体的なお話も伺えて大変嬉しいです。はい、さあ今日は松戸屋正隆さんにお話を伺っております。後半もお楽しみに。先ほど、スタンザの話なんかも伺いましたけど、うん、ま、車の、まあ、お仕事もされていて、当然、まあ、本職という意味では音楽の仕事だと思うんですけど、何、うん、か共通点みたいなことはありますか僕はかなりあるような気はしてますけれど、具体的に言うとどういうところですか特にハードの面で言うとね、はい。 音楽がアナログからデジタルに変化していった時があるんですよ。はいはい、で、まあ、あの、アウトプットとしては、まあ、レコードから CD になっていくわけだけれど、うんはい、その時期と燃料噴射が電子化されていくっていう、はい、燃料噴射自体はまあね、昔からあの機械燃料噴射とかいろいろあるんだけれど、それがこう、あの、CPU のボックスを車が積むようになって、うん で、コンピューターが、その最適な燃料を噴射するようになってきた時期が重なるんですね。確か。CD が80年代初頭ですよね。うんうん、その時点に、いわゆるその、キャブレターというもので燃料噴射してるのが、うん、いわゆるコンピューター制御で、まあ、いわゆる簡単に言うとインジェクションという名前がね、よくつかわりますけど、コンピューターが制御するようになった時期は同じぐらいなんですか大体、うん、似てますよね。<ー>そうすると、やっぱりこう、価値観というか、はい 出ていくものが変わっていくわけですよね。<ー>フィーリングが変わるって言ってもいいんだけれどそうするとなんかこう音楽もなんか作り方は変わるから聴き方も変わるし作品も変わる。であの車もやっぱりあのコンピューターで全然変わっていったみたいなところがあるじゃないですか。そうですね。いわゆるそ,のそれまでは 録音も、音楽も録音も、本当に音、うん、振動の音を、それを、あの、ま、レコードだとか、アナログでパッケージして、それを出すと。うんうん、それが、その、信号になったっていう、ことですよね。うん、そうですね。のあの、波から信号になったっていう感じですかね。うん、か車も当然そういう風になりますもんね。うん、だから、そこら辺から音楽の作り方も変わったし、はい。例えば、 まあ、イージージにに作れるるよううなったったていうのは両方共通すると思うんですよだけどそれを使ってこう面白い方向というか、うん、例えばサンプリングがすごい楽になるようになったりとか何ですかねその音楽の自由度が増えたというか、うんうん、僕はなんかこう音楽作ってて煮詰まると、はい、いつもちょ,っとちょっとだけ車の変化っていうか。はい 車の方のフィールドを覗くと、はい、あ、なるほどなって思うこと結構あるんですよ。はあ、じゃああの、二つの融合は必然でしたね。<laughs> 松戸屋さんにとって。まあ、多分、ファッションなんかも一緒だと思う。はいはい、なんか全部が、その80年代ぐらいを境に、こう、ガラッと変わっていったりとか。うん、そうですね。うん、で、さらに今、車は夜電気になって、うん、その変革というのは何か、 音楽と今度はシンクロするところありますか ?EV への移行に対して音楽っていうのはどうなんですかね、はい、あのー、全部ありの方に音楽は今言ってるでしょうんうん。はいはいはい。で、まあ、僕も EV 一色になるとは実は思っていなくて、うん、EV 一色になるっていう運動をやりながら、はい、ガソリンはきっとすごく高くなるんだろうなとかね、うん、税金が高くなるんだろうなぐらいには、 想像はつくんだけれど、うん、でも、全部あるんじゃないかな、とは思うんですよね。うん、いや、松戸屋さんとお話しててると、もう今までのゲストとは、あの、素晴らしいゲストも出ていただきましたけど、うん、やっぱり違いますね。<え> <laughs> ちょっと、アカデミックな回になってますね。<laughs> そうですね。はい。いや、本当に、あの、すごく楽しいですし、でもやっぱりいろんな、ちょっと車の世界だけじゃないので、うん、俯瞰して車の世界も見られるっていうのは、うん、ご自身でも、あの、そういうふうに思われたりしますか そうですね。うん、あの、音楽をやる上で、車の、まあ、仕事にちょっとだけ関わっているのは、すごくプラスだったと思いますね。うん。それはお田、当然、その、えー、車を見るという意味でも、やっぱり音楽の仕事っていうのは当然。そうですね。うそうですね。あの、実はその番組をやってるときに、はい、あの、昭和の交代号が、はいはい、あの、はい ワンボックスにお乗りになってたんですよ。はい。あの、そういう映像を見たわけ。はい。で、その時に、八十何年かだと思いますけれども、これはワンボックスに車はなるなって思ったわけ。はぁ、あ、ー、確かに、まだ当時は、そんなミニバンがいっぱい走ってるわけでもない時代ですよね。そう,そう,そうもう本当に商業用の改造した車にお乗りになっていて、はい、でも足が悪いと、はい、当時はね。はい あそうするとこういう車が楽なんだって。で、それを僕、あ,<ー>あの番組でも言ったんだけど、はい、みんな周りにバカって言われて、はい。いや。<laughs> さすがですもう、ちょっと先見の目どこ所の、でも、その後退号がお乗りになってるのを見て、うんうん、そういうふうなひらめきをし、ね、そ,そうですね。それ見なかったら分かんなかったですね。いやー、でもその通りになりましたもんね。そうですね。見事に。 うんあと、なんか昔の人が未来の車のスケッチを書くときに、はい、僕の記憶でではですけれど、はいはい、本当に今のあの、このちょっと SUV チックな、はい、ミニ SUV みたいな絵をみんな書かれてましたよ。そうなんですかそう。なんかもっと流線形で低くなっていくようなイメージありますけど。そういうスケッチもあったけれど、はい、僕の記憶にある80年代、90年代ぐらいのデザイナーが書いたスケッチは、はい、なんか、 ほとんどあんな感じが記憶に残ってるデザイナーの方がそういうスケッチをされてたっていうことなんですね、うんうん、でタイヤはでかくてねどんどんタイヤはでかくなるんですけれど実際どんどんそうなりましたもんねそうですねだからデザイナーの人は本当に昔からこう自由度が高いっていうかすごいなと思いますけれどねやっぱ多角的に車を見られてるのがよくわかります で、ちょっと松田屋さんのご自身の話を伺いたいんですけど、ご自身が、あの、まあ、車、いわゆる、意識したっていうのはいつ頃ですか車っていいとって幼稚園ですよ、幼稚園。はやっぱりそう。まあ、そうなりますよね。<laughs> 我々のせいだけどそういうことなんですよね。<laughs> そうそうそう。<laughs> なんかきっかけみたいなのありましたかきっかけ、はい、初恋の女の子が、毎日、その、幼稚園ですけど、ね、はいはい、あの、ヒルマンミンクスっていう車で、お母さんが、<laughs> はい 送り迎えに来て、はい、で僕は恋をしたわけだけれど、はいまだにその車に恋をしたのかその子に恋をしたんだか覚えてないんですよえちょっと今歌詞みたいなセリフをいただきましたけども <laughs> ええリリックみたいでしたけど <laughs> いやいやえじゃあその全体の絵に恋をしたという感じですか、ねうん、そうかもねそれが一番近いかもしれませんねあ ほら僕も幼稚園の時に初恋したって言うと、マセてるって言われましたけど、松任谷さんも同じだったって今伺って、すごく安心しました。<laughs> いやいやいや。じゃあそれが原体験というか、そ,うですね、それはデザインですか当然、ヒルマンの。何ですかね、いろいろあると思いますあの白いハンドルとかね。う,ん,うん。あの、センターにあるメーターとかね。<ー> を知っていたわけでではないいすよねなんいや知ってたと思いますね車名もはいヒルマンミンクスは当時割合流行ってたからはいはい、うん、じゃあ,じゃあもうもともと車に対する興味はあった上で、うん、その女の子と車自体に恋をしたということなんですね大体あの車のあるうちなんていうのが当時は少なかったのでで松也さんご自身のご自宅に車っていうのはなかったです当時はなかったはい どんな感じですかえっと、18歳の時ですけど、そうね、その日が来るとは信じられないって感じですかね。本当ですか <laughs> あの、はい。二日ぐらい前から狙んなくなったことは覚えてますよ。え、ちょっと待って、えっ、ー、と、それはお父様ですかご自身ですか僕。あ、ご自身のご自身のえっと、うちの親父は、はい、えっと、免許を取ろうとして、はい。 教習所で二日で辞めて帰ってきたんです、はい。<laughs> そうなんです。<laughs> あ、じゃあお父様の車を見ることはなかったということですね。うん、ない、ないですね。じゃあご自身の車僕が、まあ、親父の送り迎えとか、はい。そういうのをやるよっていう条件で、はい。まあ、我が家に一台って感じだったんですね。ああ。ちなみにそれ、車種はえっと、カローラスプリンターという。ああ、スプリンターですね、うんえ。それはなぜそのスプリンター選んだんですか それもまた変な話なんだけど、当時好きだった女の子のお父様が、そこのディーラーの社長かなんかで。あ、トヨタのディーラーの社長さん。で、あの、僕はサニーにするか、カローラにするか迷って。当時戦争でしたからね、サニーとカローラ。そうそうそう。で、まあ、当然のことながら、カローラにして。で 車が来て一週間ぐらいかな。一、はい、週間ぐらいして電話がかかってきて。はい、その紹介すると、お金がもらえたらしいんです。その、その子に。はい、お小遣いをもらえたのかよくわからないんだけど。で、まあ、あの、ありがとう。じゃあさようならって言って、それで終わりになりましたね。<laughs> <laughs> まさかの、それで終わりになった。本当に悲惨なもんで。 あまあでもそれで、えー、カロラスプリンターにおなりになったということで、松戸屋さんの、えー、初めての愛車の話を伺いました。さて、えー、今週はですね、松戸屋正隆さんにお話を伺いました。来週も引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは今週もゲストは松戸屋正隆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 え先週はですね、まあ、初めての愛車の話をね最後に伺いましたけど、はい、カローラスプリンターということで、はい、えどうでしょう、その後のカーレフ、たくさんあると思うんですけど、うん、特に思い出に残っている車ですかございました初めて輸入車を買ったのが73年だったかな、その輸入車、アウディだったんですけど、それを買うときのことはよく覚えてますよ。ど,どういういところをえてすか、えっと 一応僕もあの、はい、印税収入とかが入るようになっていて、はいはい、73年ぐらいになると200万ぐらい持ってたんですよ、はい、でもアウディ買うにはあと100万円足んなかったんですね、はい、でうちのかさんが、はい、あの貸してあげるよっていうあ <laughs> あのー ご存じない方は皆無だと思うんですけど、一応確認しておきますが、奥様は松戸恵美さんなんですけれども、もう同時シンガーとしても,もう確立されていたよですかね。だから結婚するのも76年なので、はい、結婚する3年前のことですけれど、その100万円を銀行で下ろして、はい、で、その僕の200万円と現金で持っていくってことだったのかな。 不思議だな、今考えても。そういうことですよね。そういうことですよね。200万お手持ちがあって、はい。で、あの、芝浦のね。はい。ディーラーに。懐かしいな、はい。行くわけなんですけれど、その100万円をおろすのに、表参道の一番上のところが富士銀行だったんですよ。富士銀行で、まあ、口座を彼女は持っていたので、そこで土曜日、おろすんだけど、 一回に10万円ずつしかおろせないの。あいわゆる ATM ですね。そう,そうそう。窓口に閉まってますもんね、うん、土曜日。はい。あ、そっか。ATM ってことなのかな。はい。そうですよね。はい。で、それを10回やらないと100万円にならないじゃないですか。当然、はい。なんか、当時は時間がかかったんですよね、それに。はいはい,はいはい、はい、はい。 だから、長蛇の列になっちゃって、土曜日の午後で。ああ、なるほど。はい。みんな、その、時間が、あの、かかったから、ま、まさたかさんが、あの、やってる間に後ろがどんどん並んじゃったって、ね、まあ僕じゃなくて、あの、はい、うちの神さんなんですけどね。<laughs> ちょっと待ってください。はい、えー、当時はだから、荒井由美さんだったんですね。そえ荒井由美さんが何回も何回もおろしてるわけですね。で、品種を買いながら、100万円をようやくのことでおろし。<laughs> はい。 それを握りしめていったのかなあはあ、それ、アウディの何ですかアウディの 100GL っていう当時の、はい、まあ、ワーゲン製のエンジンの車ですね、はい、4気筒の。はいはい。え、それなぜアウディを選ばれたんですかいろいろな理由があったんですけれど、はいはい、まずあの、カさんの所属してたレコード会社が、ナセ、はい、系列なんですよ。<laughs> なるほど、はい。だから、そこなら、 まああの、なんか融通が効くみたいな、はいろ、はいろなことを言われ、はい、でまああの、そこに育てられたっていう自分の自覚もあったので、うん、まあやなせかな、みたいな、うん。当時ならアウディよね、あ<の>普通に買って。アウディも、はい、まあキャディラックもありましたけど、はいはい、ベンツもありましたね、ワーゲンもありました。はいはい、その中でアウディを選んだと。はい。なんか決め手はあったんですか ええー、安い割に大きい。<laughs> あの、70年代の,あの考え方ですごく分かりやすいですね。うん、はい。<う> <laughs> でも確かに300万なんですね、当時。330何万だったと思います。はあ<ー>、はい、そうか、当時。まあ当時のね、まあ、あのその物価の違うので何とも言えないですけど、うんうん、どうでした、アウディ100は。いや、未だになんか懐かしいなって。うん、今は考えてみるとオートチョークだった。 たり、そうかチョークがついてたんだとか、はい、まああのミラーは当然手でサイドミラーとか調整しなきゃいけないんだけれども、初めての左ハンドルで、はい、左ハンドルに慣れるっていうことに意外に時間がかかったなっていう記憶がありますね。そうですか。うん、まあ確かにね、あの当然日本はまあ左側通行の右ハンドルなので。うん どういうところ一番困りましたなんか覚えてますかうん、まあ、左ハンドルで困ったってことはないんだけれど、はいはい、でもやっぱり、あの、バスを抜くときとかね、<ー>止まってるバスを、右側から抜くときにこう、なかなか怖いじゃないですか。はい、怖いですね、うん。バス側ですもんね、その左側。うん、そうなんですよね。はい、だから逆に歩行者には優しいけれど、うこういうところが危険かな、みたいなのは思ったけれど。はい、確かに。 あのー、左右問題っていうのは日本ならではで、例えばイギリスはほとんど左側の、いわゆる左ハンドルの車走れないって、うん、保険もかけられないっていうことで、うん、ほとんど走ってないんですけど、ある意味日本ならではの、そうね、ん。はい。悩みどころというか、うん、ですよね。でも一度慣れると確かに左側の方が運転しやすいっていう方いらっしゃいますもんね、だに、うん。あと左ハンドルの車を右にすると、昔は、まあ今はだいぶ良くなったけど、あの、ペダルの位置がずいぶん変わっちゃって、うん、はい。 左足の置き場がないみたいな車多かったですよね、うん。あ、だから左ハンドルを選ぶっていう方もね、いらっしゃいましたもんね。そうじゃあ、アウディ100が初めての輸入車ということで、そこは、あの、変な話、奥様と結構まあドライブもされたりしたんですか、うん、そうですね、うん、何でも車で行ったし、その車で新婚旅行も行ったし。あ、そうなんですかはい。どちらへ箱根、<laughs> 箱根、<laughs> <う>箱根熱海。 ものすごいクラシックですよね。はい。あのー、すごく逆に親近感もね、うん、感じ、あの、親近感も受けたんですけども、うん、あのー、まさか、あの、松東やご夫妻が、新婚旅行が箱根とは多分、ほとんどの人が思ってらっしゃらないと思うんですけど。そ,ね、そんなところに、まあ、今や毎週行くようになるとも思ってなかったですけどね。あの、番組の収録でも、まあ、ほぼ毎週ですよね。そう,そうですね。そういう意味で言うと。そうですね。もう完全に庭み,みたいなところですもんね、今で言うとね。うん あの、じゃあそのアウディ100が始まりました。うん、その後なんかこう思い出に残っている車ってなんかありますか、うん、いいっぱいあるけどね、はい。あの、初めてベンツを買った時っていうのは、はい、やっぱり走る金庫だと思いましたもんね。ああ、それはちなみに具体的に言うと77年。77年に、うん、あの、車種で言うと。車種は 280SE という。はいはいはい。あの、6気筒の。280SE ですね。今、はい 思うと力のない車だったですよねでもやっぱ金庫、うん、ただ作りはやっぱりあの初代 S クラスと言われてる、はい、W116 っていうモデルになるんだけど、はいはい、あれにかなうものはなかったなっていまだに思いますけれどねメルセデスっていうのはやっぱりそういうところがあ今僕は今最近まあ一つ前になっちゃいましたけど、まあ、E クラスのオールテレインという車に乗ってるんですけどそれが本当に 初めてのメルセデスで、うん、どっちかっていうと、こう、王者に、あの、抵抗したいみたいなところがあって、日本車でいうとトヨタは避け、輸入車でいうとメルセデスを避けてみたいなところあったんですけど、うん、納得してしまいました。なんかこう、うん、ああ、こういうことなんだな。うん、でしかもそれで、その前のメルセデスに乗るようになると、うん、さらに、当時でっていう考えると、うんね、やっぱり、そういうことなんですね。うん、まあ、本当に、 昔はずいぶん孤高の存在だったですよね。うん,うん。やっぱり輸入車そこはね、ま。当然輸入車も多く乗られてると思うんですけど、うん、そういう意味で言うと衝撃がしたのがメルセデスということになりますね。ですね。でもそのうちまた国産車も買うようになり。はい。三菱ジープなんて、はい。結構僕の中では思い出に深いかな、はいあ。ありがとうございます。そういう。 ジャンル、ありがとうございます。はい。あ、そうなのそれはどういうふうなきっかけでお乗りになったんですかえっと、はい、パジェロが出て、はい。パジェロを借りるようになって、はい。で、いや、パジェロ中途半端だなと思って。<laughs> <laughs> あのー、わからなくはないです。私も乗っていたことが、二代目に乗っていたことなんです、うん、はい。で、あのー、ジープがこれで最後になるかもっていう時に、購入しましたね。うん いわゆる三菱のジープということですね。はい、そねのライセンスで生産していた。はい,はい,はい。はい、いかがでした、まあ、なかなかの、所有すると結構ハードルが高い人なんですけいやー、僕もう一回欲しいですね。ジープを。うん、まあ、緩いんですよ。うんうん、すごく緩いんだけど。うんうん、はい。なんだろうな。もちろんそのハンドルなんかも遊びがいっぱいあって。ま、うん、っすぐ走るのにはちょっと気を使うんだけれど。はいはい。 あれでないとないフィーリングっていうのがものすごく色濃くあって、はい、その後あのディフェンダーを12、三、はい、3年乗るのかなはい、はい、乗るんだけれど、はい、やっぱりあの三菱ジープの持ってるあの、はい、基本的な感じ、車の基本みたいな感じは味わえなかったですね。はいはい、あそ当然旧型のディフェンダーですけども、うん、でさえやっぱり違いました、うん。全然 全然いやーちょっとジープもあの本当に想定があると幅広いですね松任谷さんの車の思考というのが。そうですね、はい、でもやっぱり音楽作るのも、ね、あのちょっとした軽いジャズから、はい、ロックからフォーキーなものからって考えると、はい、まあ似たようなもんかなみたいな。やっぱそこはシンクロなんですね <laughs>、うん、今 テスラにお乗りになりながら、ジープをもう一回欲しいっていうのが、もう、ある意味対極じゃないですか。<laughs> いや、バカですよ、ね <laughs> い。いや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 。本物の車好きだなって僕はもう、非常に感じるんですけども、うん、いわゆるその、僕ももう、ほんと、今まで乗ってきた車、バラッバラなんですね。うんうん、もう、フェートの500も乗るし、あの、うん、いわゆる V8 のアメリカの s e e も乗るし、という意味で、うん、非常にこう、まあ、勝手に親近感を、うん、受けてしまうんですけども、うんうん、やっぱりいろんなものを味わいたいっていうのは、 ありますよね。ありますよね。あ,<ー>ありますよね。結構最近で言うと、割とこう、例えば旧車が好きとか。うん、あの、一つのところにもちろん特化してお好きな方ももちろんいいと思うんですけど、うん、逆に他のことを知りたくないのかなと思ったりもするんですね、うん、僕は。うん、あの、いろんな世界を知りたいのかなと思う。そういう意味で言うと、松戸さんは音楽も車も、あの、同じですよね。そうですね。あの、無人島に3曲だけ、はい。はい。 好きな曲をね、それ以外聞いちゃいけない、3曲持ってけっていう質問よくあるんですけど、それと、ガレージに今入れておきたい3台、ちょっと面白くないですか面白いです。今、安藤さん何今まさに3台体制で、今は原行型のジムに、 いいなんですね。あともう一台がロータスエリージェなんですよ。もう一台がメルセデスのオールテレインなんですよ。今ちょっと結構満足していてですね。てかバランス良すぎますよね。本当ですかあの、それ今褒められたのかけなされたのかわかんないですがいやいや、だって、あらゆるジャンルにこう振ってなってるじゃないですか。そうなんです。すごく楽しいんです、それぞれが。でも、一個変えると全部変えたくなりますよ。ああそうですね、そうですね。 え、松戸屋さんはど,どうなります ?3 台だったら。たった今、はい、たった今もうわかんない。<laughs> ちょっと待ってください。質問しといてわかんないはずるいですが。<laughs> 昔は、1台はその SUV、はい、1>, 1台はスポーツカー、はい、1>, 1台はセダンだったわけ。あのー、でも今はわかんないんですか今はわかんないですよね。だって、セダンってかなりスポーツなセダンもあるわけで、はい、うんそれで、 って言っったらもうもう一台はなんか古いい車とかか欲しくななちゃうじゃじですかああそうですね。はい。うん、ちょっといじれも聞きたくなりましたね。<laughs> <laughs> <laughs> さあ、えっ、ー、とですね、本当に先週から今週にかけて素晴らしいお話、いろんな話を伺ってるんですが、やはり、えー、この話も聞かざるを得ません。えー、奥様と、なんか、ドライブに行った時、なんか思い出みたいなのありますか、うん、あのー、まあ、多数ありますけれど、はい、とにかく、 車運転してると、はい、彼女が隣にいると必ず喧嘩しますね。えー、ちょっと待ってくださいね。えー、<laughs> なぜでしょう <laughs> いや、なぜだかわからないんですけれど、はい、まあ、あの、僕が方向音痴っていうのもあって、はいはい、で、あのー、散々カーナビにもひどい目に遭わされたことはあるんですけれど、はいはい、LA を走ってるときに、はい、ローレルキャニオン っていう場所があるじゃないですかあそこローレルキャニオンロードっていう地名が出てきたんであ僕はもう大丈夫だと思って走っていたら、はい、ローレルキャニオンは知ってるけどローレルキャニオンロードは知らないっていうことが分かったんですね、はい、それを聞いた途端にかみ、はい、さんは途端に機嫌が悪くなり、はい、どうすんのよって話になり、はい、でもその時レンタカーだし当然。はいはい えっとカーナビもない時代、はい、で携帯もなく地図も入ってなかったはいないない尽くしじゃのもうしょうがないからあの来た道で、はい、あのフリーウェンに乗ろうっていうので、はい、乗って、はいはい、きっと知ってる名前もうあの10年以上 LA に通ってたんで、はい、知ってる道が出てくるだろうと。 思ったら全然出てこないわけ。そのうちあの名前があのメキシコみたいな名前ばっかりなる <laughs> なるわけ。<laughs> やばいメキシコに来ちゃったかもしれない。でもうもう社車内は険約そのもので、うんはい、右行くのか左行くのかどっちだみたいな。<laughs> でもいつもそんな感じで喧嘩します。はい、えー、っと、<laughs> じゃあ原因はあの松戸屋さん側にあるっていう感じでよろしいですか <laughs> 僕はだから、はい、道でパニックになりますね。 道が分かんなくてパニックになる。でも最近はすごくナビも優秀になってきたじゃないですか、ナビゲーションも。でもやっぱり、最初の頃の、昔ね、あの、モテギ。はい、モテギ、はい。モテギができたばっかりの頃に、さっきと。できたのは畑の、あぜ道を案内されたことありますよ、あの、ナビに。ナビゲーションね。はい。ここ通すのかって。いやー、あれ、そのまま行ったら僕、本当につけなかったですよ。 その、言う通りにしちゃったらね。そ<う>はい。そう。あの、夜中だったし。はい。泣きながら僕バックしましたもん。ああの、過信は禁物ではございますが。<laughs> はい。じゃあ、相当そこは車好きではありますが、あの、方向音痴はずっとですか、うん、そうですね。ダメですね。そういうところはまたいいですかね。じゃあ、あの、とりあえず奥様とのドライブの思い出というのは、喧嘩と。だから、二度と一緒に乗らないよって、いつも最、<laughs> 最後そういう結論になるんだけれど。はい、でもなんか、はい 仕方なく乗りますね。いいお話じゃないですか。本当に。そんな,なん、本当に幅のある、車これだけ詳しくてお好きなのに、<laughs> えー、方向音痴だったりとか、うん、非常にいろんな意味で幅がある松谷屋さんなんですけれども、<laughs> あの、カスタムについてもちょっとだけ伺いたいんですけど、はいはい、カスタムっていうのは今までどういう経験がございますかパジェロは随分やりましたね。あ、そうなんですか、うん、あと、ランエボも持ってたんだけど、はい。 ランエボも随分やりましたよ。ちょっと待ってください、今。ちょっとイメージができなかったんですけど、具体的にはどういうカスタムですかいや、もう、それは走りに特化したカスタムですよね、ランエボの場合は。ロールバー入れたりとかですかえっと、スピードコネクションって聞いたことあります。はいはいはい。そこにやってもらって。あ、もう全部。はい。全てやってくれっていう。全てでいないけど、ちょっとずつね。あ、ちょっとずつ、はい。で、だんだん乗りやすくなって。はい。 <laughs> いやそれは何か企んでたんですか何 <laughs> か目標が、あの、ダートに出るとかそういうことじゃなくて、とにかくいじってくれと。いや、乗りやすくなるっていうのはどういうことなんだろうっていうのを知りたかったんですよね。なるほど。はい、で、じゃあお任せしてやってもらったってことんど,どんどん乗りやすくなって、はい、もう本当にどんな濡れた路面でも、怖くないってこういうことだなっていう、はい、ところまで行ったんですけどね。<laughs> それちなみに来年、ライボの何代目とかですかそうです。 一番ファンが多いですね。僕もフーは一番好きですね。<当> <laughs> はい。あの、エクステリアも含めてライブォは、ーあ、あのライブーアじゃあいじったわけですね、そう,、ね、そうですね。あの、サーキット走ったりとかっていう経験はどういかがですかいや、ありますよ。はいはい。うん、これは何の車でどういうふうな機械でっていうかわかりますかえっと、レースはやったことはないですけれども。はい、まあ、普通に。サーキットははい、サーキット走行、ファミリー走行みたいな。はい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 。うん なんかサーキットはん走っててこれはいいって思った車って何かありますかサーキットは走ってないけれど、はい、これはサーキットでいいだろうなって車ありますね何ですか今だったら、はい、あのアルファローメンの GTAM はあ GTAM ですね、うん、ああ楽しそうですねいやきっといいですよもう500馬力オーバーで軽量化もされててってことですよね、うんで。あれも怖くない車だからきっとはあ雨降って でも怖くないでですすよ踏める車ちょっと松的豊さんが言うんだから間違いないなという気がしますね <laughs> でも国産の車をやっぱりあの僕のランエボみたいにいじるとあの感覚になってきますからねちゃんとしたところがやってくれれば本当にこんなによくなるのっていうやっぱりどんな輸入車よりもどんな高性能車よりも乗りやすかったのは確かですもんそのランエボがはい まあ、なんか、いろんなことを考えますけど、もともとね、あの、ヨーロッパの車は GTM も、いわゆる吊るしいじゃないですか。それで、えー、性能を発揮できるのがヨーロッパ車で、日本はこう自分でこういろいろ、まず、あ、組み立てていく、楽しみがあるみたいなことを言いますけど、なんかそれを今、まさに体現された方の話を伺ったって感じですね。うんうん、さて、いろんなカーライフを満喫されている松尾さんなんですが、先週も、まあまさかの70歳とお話を伺いましたけども、<laughs> その昨年、 おじさんはどう生きるかというね、うん、本も出版されたということなんですけど、はいはい、あの、70歳、いろいろとカーライフでもね、いろんな、あの、いわゆるキロみたいなところもあると思うんですけど、この先、何か乗ってみたい車ですとか、そういうことは何かありますか今、スポーツカーを買うとしたら、最後のスポーツカーをか買うことなんですよはい。やっぱり、あの、目が追いついていかないとか、今後は。はい。 どどんどん老化していくわけじゃないですか今の松屋さんを拝見してると全くその感覚がないですけど <laughs>、まあ、まあ物理的には、まあ、もちろん10年後とかそうですよね自分でも本当は自覚ないんですよ <laughs> はいあのそれ正しいと思います <laughs> <か> <laughs> でも、うん、将来的にはってことですねそう、うん、ってなると、はい、僕は割と一台を長く乗る方なので、はい、次に買うスポーツカーが多分スポーツカーとしては最後になるんじゃないかなと、うん、はい何か具体的には浮かんでますか <laughs> 何にしようかな はい,はい。ケ m マンの GT4RS とかどうですかね、はいはい、GT4RS いいみたいですねでもあのまだね試乗車ないし僕ら乗れないじゃないですかはい、はい、え乗らないで買うのみたいなのもあるしはいでもまあミッドシップで、うん、あのいわゆる PDK といわれるもので、うん、おそらく一番速いケーマンであると思いますけど、うんうん、ちょっと確かに興味ありますけど他に何かありますか やっぱりスポーツカーだと、あの、マセラティ MC20 が良かったですから。僕乗ってないんですよね。いいですかあ,あれ乗るべきですよ。ちょっと乗りたいんですよね。あの、一つの、やっぱり新しいスタンダードだと思うし。あそうですか。マセラティってこれだったのねって思いますよ。いわゆる、まあ、その、MC20 まで行かない、 とあんまりこう、いわゆるそのグランツーリズムとか、うん、そういうのだと、あんまり評価高くないんじゃないですか。あれはやっぱりあの、重い靴履いてるみたいな感じですかね。いわゆる味を楽しむという感じのね、うん、車ですけど。やっぱりあの、ちゃんと、競技用の靴っていうのは、MC20 しかないですね。はい、ああのぜひ、ちょっと今度、あの機械を作って乗ってみたいと思います。はいはい、まだまだじゃこれからも、あと一台スポーツカーを乗りたいという松戸屋さんですけれども、うん 最後にこの番組に皆さんに伺っております。うん、松戸屋正隆さんにとっての車って何でしょうか嫌な質問ですよね。あの、よく言われます。<laughs> はい。でも車、やっぱり、死んでも霊柩車に乗るわけだから、<は>最後までお世話になるものですかね <laughs>、はい。今までで初めて出てきたワードですね。<laughs> 死んでも霊柩車に乗る。確かにその通りですけど、<laughs> じゃあ、ずっと、 うん、まあ、関わりを続けていくということですね。そうですね。はい。えー、今週、先週と2週にわたって音楽プロデューサー、そしてモータージャーナリストでもある松戸屋正隆さんにお話を伺いました。2週にわたってありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。